どうもタブヤンです。ファイヤーエムブレム封印の剣、続きやっていきたいと思います。第21章外伝、索敵マップですね。ペレス、ドルイド、ベルン王国の将軍、ベルンと全面戦争始まりました。左にメモしておきました。ペレスの罠に気をつけながら、人勝機残り2つ、こちら6つ集めてますからね。あと2つここにあるみたいですよ。続きやっていきましょう。ルーが扉をね、最初に開けました。行こうか。宝の鍵持ってるアレン、ランス、ランス行け、突っ込め。手あり装備の方がいいかな、弓だからね相手ね。あ、もう一丁いるね。あ、キラー棒結構やばいなこれ。アレン、ランス、アレンもいた方がいいかな。宝の鍵開けたいんだけど、どうしようかな。開けるか。嘘でしょ、敵出てきた。敵出てきたの、マジか。そんなのあるんだ。これがペレスの罠か。マムクート出てきたよ。ロイ死んじゃう。魔法防御どう。あ、魔法防御の方が弱いね。リリーナいけるか。間接攻撃確かできなかったよね。エルファイヤー、あ、強い、全然いける。この封印の剣、マムクート間接攻撃できないからね。レベルアップです。あ、魔法防御上がりました。びっくりしたね。それにしてもマジかって感じで、これディークとルトが支援関係もう一個上げたいんだよね。ちょっと隣り合わせにいといた方がいいよね。そしてこのマップね、少数精鋭なんですよね。さあ神門行くか。宝箱開けるときは気をつけないとね。このマップ、クラリーネ誰もダメージ受けてないよね。少数精鋭で行くぞ。リブローいらんでしょう。さあかかってこい。あ、ルーが狙われる。オッケー、やり返したぞ。ルーンとこ来る？あ、来ないね。え、ランス必殺受けたの？マジか。キラー棒だからな。あぶねー。 36% の必殺受けるか。助かったねー、命。やってくれるじゃないか。そしてこいつはノスフェラート、リザイア、ペレスは移動してくるタイプかな。よし行こう。まあレベルが、レベル順に並べますと、一番低いのはルー、ランス、アレン、スーですかね。全員レベル10になるには。 OK、 じゃあルー鍛えていこうか。魔法使いの方をやるか。エイルカリバーで、ちょっと難しいな。じゃあこっちやるか。エルファイヤーで避けられた。嘘でしょ、2回避ける、相性悪い。2回避けるか、やってくれるな。リリーナファイヤーで、あ、強いねリリーナ。いけ、勇者が見えたな。お、勇者の剣やばいねこれ。下手すると4回攻撃食らうっていうやつだね。さあロイ経験値稼ぐか。レイピア、
レベル22。オッケー、レベルアップです。おお、最後4つ上がっていいじゃない、ロイ最後見せたね。レベル20になりました。でも弱いね、基本弱い。クラスチェンジしたい。さあ、回復魔法を使えるのクラリーネだけ。リライブしておきましょうか。あれ、ちょっと待ってね、ダメージ受けたのは、あ、ランスだね。ランスにリライブ。OK。さあ、そしてルトガーとディークを。仲良くなってもらって、なんかこの辺とかにまた罠ありそうだよね。気をつけながら行くぞ。アレン・ランスを前線に。まあ、手ありかな。嘘でしょ、なんか刺さった。ノーダメージ。なんか刺さったよ。そして関節魔法。あ、また宝箱2つあるね。またなんかでも宝箱から敵出てきそうだよな。気をつけないとな。よし、行こう。ロイ自ら先陣を切れ。敵はいない。アレン・ランス行くか。こいつの行動、攻撃範囲が、あ、ここまでね。じゃあここまで、ここにしとくか。敵はいない。まあ右サイドにも敵いるんだろうけどね。全軍前進だ。みんな移動力が上がってるからね。全員移動力8。ロイだけね、移動力6ですからね。今までと違うからね、その辺が。ディークの、あ、ここに行くと敵に攻撃されるから、そうだね、わざとシンが攻撃されてもいいけど。待てよ、うん、スーとシーンかかってこい。銀の弓で。銀の弓装備かかってこい。あ、ちょっと待ってね、ディークとルトガーだから、こうしようかな。あ、ノーダメージ。ライブの経験値上げときたい。せめてね、リライブとリブロを使えるようになりたいんだよね。なんか歩いてるやついるぞ。動き始めたな。鋼の弓大したことない。攻撃してこなかったね、こいつ。一番要注意はこいつだね、勇者の剣ね。宝箱を取らない場所までか。 OK。 まあ直接攻撃でいいでしょう。銀の槍、ランス経験値稼いどけ。あんまりないな、経験値。鋼だからね。宝箱でもこいつのダメージ受けるよりも要注意はこいつだからね、勇者だからね。ここで待機するか。手やり装備した方がいいけどな。後ろに下がれ。感じで、まあルーだったら負けないでしょう。
撃サンダーストームはもったいないな。イールカリバー装備痛い。ダメージ1、大したことない。よし、どんどん行くぞ。ロイは後ろに下がっとけ。ここは我慢だ、このターンは我慢だ。まああいつは追いつかないでしょう。このここでも攻撃してこないんだ。オッケー、じゃあやってやろうじゃないか。まあもうルイの経験値は上げなくていいから、ルーが行くか。あ、倒しきれない。そうだね。どうする、ルイが光の剣、あ、いいじゃない。ダメージ受けても死にはしない。いけ、闇に強いんだね、光の剣は。闇魔法に強いのは光だ。よし、ロイが削り役でルーがとどめを刺す。エールカリバー、オッケー。さあ弓対前、こいつを倒せ。ナイス。敵にしとくにはもったいないやつだけどね、こいつ。勇者の剣、あ、届かないか。長弓で行くか。贅沢に行きます。おお、そこかわす、そこかわすか。こいつは、じゃあランスがとどめ刺すか。宝の鍵使いたかったけどな。まあ次のターンでいいか。銀の槍で決めろ。2回攻撃、一発目で決めてくるだろう。嘘でしょ。そこ2回攻撃、1回、2回かわす。危なかった。でもさすが技のランス、勇者より早く動けるね。速さ25、もうマックスまで来てますからね。やるじゃないか。わー、何ノーダメージ。さあ右サイドにもね敵いるんだよね。さあもう次のターンで決めたいな。あ、でもロイが届かないよね。ロイ支援いけ、かっこよく進め。こっちに敵いるけど、まあ経験値稼ぎになるかもしれないけどね。さあこいつの料理の仕方、どれほ、魔法防御高、通常攻撃の方がいいかもね。通常攻撃でいこう。銀の弓、命中率 56%、 マジかー。次のターンまで待つか。全員でやった方がいいかもな。こいつだけ倒しとくか。これは支援をここでやってからの、シンが一人でいけるんじゃない？いける、一撃で。さすが力があるシン。オッケー。じゃあ宝箱取っとくか。また出てくるか。なるほどね。こっちはどうだろう。
あ、特効薬そんなに欲しくないな了解。さあこいつは間接攻撃の方がいいんだよね。ルーが行くか。エイルカリバー必殺出ないのか。それでもレベルアップです。おー、いいね。どうしよう。じゃあリリーナがとどめを刺す。オッケー。ディークとルートが次のターンに行こう。プラリーネとルートがね、うん、ジェネラルもいるね。まあターン制限ないからね、18ターン。まあでもね、終わらせよう。お互い、まあ先に攻撃するか。どうしようかな。まあいつものメンバーにやってもらおうか。スーとシン、シン一人で、あ、一人で行っちゃうなこれ。じゃあスー先に決めるか。チャンスを与えようか。光なき太古の闇だ。そこにある恐怖を教えてやろう。必殺はゼロだから。あ、かわされた。スーも負けずとかわす。オッケー、レベルアップです。よし、スーはレベル10以上になりましたよ。シンがとどめ刺すか。最強の二人だ。痛い。あ、回復するのか。なるほどな。リザイア恐るべし。銀の弓壊れました。ディークとルートがどうしようかな。ランスは届かないもんね。届くかな。あ、届かないね。じゃあアレンに決めてもらおうか。あ、 46% な、マジか。行ってみるか。なかなか当たらないよね。あ、しかもこいつ回復危ない。回復させたらまずいよ。うそしょうがない。ディークとルートが出すか。ディーク銀の剣かな。あ、命中率60 50。うわー、どうしよう。銀の剣にするか。うわー、かわされたー。ちょっと待て、やばくなってきたぞ。おお、ここでマジか。これかわされたらやばいよ。 89% これは大丈夫でしょう。よし、ルートが決めてくれた。何も見えぬ。ルートが美味しいとこ持っていきました。あ、速さしか上がらない。寂しい。さあもうクリアですけど、せっかくなんで経験値稼いどくか。このターンだけね。右回りでね、敵倒しに行ってもいいけど。いけ、よーし。あ、経験値少な。リリーナがライブの修行をしておきましょう。どうだろう、2人の。あ、もうちょっとで杖レベルいい。リリーナはね、上がりますね。
さあクリアしましょう。エルフィン、この魔導書が何かわかる？おそらくアポカリプスでしょう。アポカリプス？はい、別名黙示の闇と呼ばれる闇の魔導書です。八神章1謎多きものブラミモンドが使ったとされています。ブラミモンド、僕も名前ぐらいしか聞いたことがない気がするよ。男とも女とも、年寄りであるとも、若者であるとも、どの古文書にも古文書にも正確なことは記されていないようです。そうか。ロイ様、どうかなさいまして。いえ、少し気になることが。え？人生機のある場所にはどうして人を近づけないための仕掛けがあるのでしょう。それは人生機を悪用されないためなのでは。でもそれにしては仕掛けが念入りすぎる。そうは思いませんか？何かもっと違う理由があるのではないでしょうか。私もそう感じておりました。詳しく調べてみましょうか。そうだね、頼むよ。インディ・ジョーンズ的な仕掛けね。アポカリプス。ロイ様、この台座に刺さっているのが、これが封印の剣か。どれどれ、ん？抜けませんな。封印されているからだよ。ファイヤーエムブレムを使わないと。どのように使うのですかな。ギネビア姫の話では剣の塚に埋め込むって。うわ、なんだ、剣が光り出しましたぞ。これで抜けると思うんだ。やってみる。これは一体封印の剣のハルトムートの記憶？あの人はなんだろう、なんだかとても。ロイ様、どうなさいました？いや大丈夫、なんでもないよ。これが英雄ハルトムートの使っていた封印の剣。僕が使ってもいいのだろうか。古から優れた剣は主を選ぶと言います。その剣は今ロイ様の手にある。つまりそういうことなのでしょう。でもこの剣は僕の手にあるのは偶然だよ。私たちが偶然と思っていること、それすらも運命の輪の中の一部なのかもしれませんよ。とにかく封印の剣を手に入れた今、あとはベルン王宮へ向かうのみです。気遅れしている暇はありませんぞ、ロイ様。そうだね、ゼフィール王との対決が待っている。封印の剣手に入れました。おー、威力18、守備力魔防プラス5、最強じゃないか。出た、クラスチェンジ。かっこいいね、ロイ。マスターロード。おー、守備力魔防上がりました。これでロイも戦力になりそうですね。はい、ということで今回はね、少し早いですけど、ここで区切りたいと思います。第21章外伝黙示の闇、なんとかクリアできました。この外伝が最後の外伝みたいですね。そして次回の22章が、最終章らしいですね。ただし全ての外伝をクリアしていると22章以降のね、向こう側がまだねあるみたいですよ。ということで、人生機、こちら8つの人生機
揃えることができました。あとはこの人称機を誰が使うかね、まあ次回以降名前入れていきたいと思います。封印の剣はロイですね。レギュラーメンバーロイが最後にクラスチェンジして全員に赤い星がつきました。まあこの少数精鋭のレギュラーメンバーかけることなくもうね行きたいと思います。行きたいですね。待ってろベルン王国、そしてブルーニャ将軍、覚悟しろ、そしてゼフィール国王、待ってろ。それではまた、さよなら。